はい、こんにちは、116インズです。さあ今回は後半戦入ってからも思いのほか強いマリナーズについて話していきますが、先日挙げた前半戦を振り返る動画でも最大の誤算として紹介したラファエル・モンテロがついに DFA となりました。現地時間7月23日にケイシー・サドラーが怪我から戻ってきたことに伴い、26人枠それから40人枠の両方を開ける必要があり、ピッチングに改善の兆しが全く見られなかったモンテロを DFA するということでその対応を行いました。モンテロはこれからウェーバーやトレードで他球団移籍するかマイナー降格かという話になってきますが、まあ、この成績も考えますと他球団がわざわざウェーバーやトレードで獲得に名乗りを上げる可能性は低く、またマイナー降格についてもモンテロがすでに MLB で5年分のサービスタイムを得ているため、マイナー降格について拒否することもできますので FA になる可能性が高いのかなと予想しています。モンテロは一応来季までチーム側に保有権があるという点も含めて、昨年のオフにレンジャーズからプロスペクト2人を放出してまで獲得してきた守護神候補でしたが、シーズンを通して不安定なピッチングが続き首脳陣の信頼を失っていましたし、またその一方でモンテロ以外のブルペンの状態が非常に良く、もはや彼の復活にかける必要もないことから、半年で半ば損切りのような形でモンテロを諦める選択につながったのかもしれませんね。トレードとしては大失敗に終わりましたが、早めに決断を下してプレーオフ争いをしているチームの支障とならないようにしたのは良いと思っています。それにしても今季のモンテロはひどかった。守護神として開幕しましたが全く守護神らしさはなく、13回のセーブ機会で実際にセーブしたのはわずかに7回、半分近く失敗しているという恐ろしい状態でした。マリナーズはなんとかモンテロの復活に期待し登板機会を与え続けましたが、モンテロはその期待を裏切り続け、終わってみれば40試合の登板で防御率はなんと 7.27。 この登板数でこの防御率はひどいという言葉以外では形容できませんね。もちろんこのあまりにひどすぎる防御率はおそらく彼一人の責任ではなく、3割6分4厘という BABIP が示すように不運に見舞われた結果も多少なりともあると思いますし、彼の登板を見ていてもボテボテのゴロが内野安打になったりですとか、まあ、ポテンヒットがやたら多かったりと、必ずしも運が彼の味方をしていなかったのは事実でしょう。ただこの運の悪さをカバーできるほど今季のモンテロに三振を奪う力ですとかコントロールがあったわけでもまたないので、防御率が普通のリリーフピッチャーと比較して悪化するのはこれは必然ではあったのでしょう。ここ20年間のマリナーズの暗黒時代で数々の劇場型クローザーはいましたが、モンテロほどに実際に失点しまくった選手は珍しいようにも思います。モンテロが接戦で登板するたびに私の寿命は本当に縮まったんですけれども、今回はある意味いろんな思い出を作ってくれたモンテロとの半年間、特に印象に残った登板を振り返っていきましょう。まずは彼との出会い、開幕戦のジャイアンツ戦でした。今や NL 西地区でバチバチの首位争いを繰り広げているジャイアンツですが、マリナーズはそんなチームと開幕カードを戦いました。開幕戦はマルコ・ゴンザレスが早々に打ち込まれ、一方で打線はケビン・ゴースマンに完璧に抑え込まれてしまい、敗色濃厚の展開でしたが、しかし8回裏にマリナーズ打線が相手の自滅にも助けられて、奇跡の6得点。ついに逆転に成功し、満を持してマウンドを新クローザーのモンテロに託します。多くのマリナーズファンにとってこれがモンテロのピッチングを初めて見るチャンス。ビシッと締めていいスタートを切ってもらいたいところでしたが、結果はいきなり代打のアレックス・ディッカーソンに同点ホームランを浴びてしまい、早すぎるセーブ失敗。チームは延長でサヨナラ勝ちし事なきを得ましたが、これからこのクローザーと共に戦うのかという不安をマリナーズファンに植え付ける初登板となりました。初登板から9日後の敵地でのツインズ戦、この間のモンテロは初セーブを含む2登板連続でゼロに抑えるピッチングを見せ、マリナーズファンの信頼を少しだけ勝ち取った中で迎えたのがこの試合。マリナーズは8回表にカイル・シーガーのタイムリーで勝ち越しに成功し、その裏からモンテロを投入。クルーズ、バクストンに回る回でしたので、厳しい場面をモンテロにしのいでもらって、9回はグレイブマンに抑えてもらうサービス監督の算段だったと思いますが、この日のモンテロは大荒れで全くストライクが入らず、ワンアウトからクルーズにフォアボール、バクストンにデッドボールを与え、その後進塁打で2アウト2、3塁とされると、ケプラーへの初球のチェンジアップを叩きつけてしまい、その間に同点のランナーが生還。相手に何もされていないにもかかわらず、またもリードを守ることができませんでした。この日のモンテロは22球を投じましたが、ストライクはわずかに10球。1点差でしたので厳しいコースを攻めようという意識が働いたと思いますが、まだヒット1本すら打たれていなかっただけに、もう少し落ち着いて投げてもよかったのかなというふうには思いました。なお幸いマリナーズはこの試合も勝つことができました。続いて3つ目、この負けは個人的になかなかダメージがありましたね。5月11日のドジャース戦。
シアトルでのドジャースとの2試合で1勝したので、ロサンゼルスでの2試合も1勝すれば、昨年の世界一のチームとシーズンシリーズタイに持ち込める試合でしたが、ハニガーが2ホーマーを放つなどしてウォーカービューラー相手に4点をもぎ取り、また先発の菊池選手も7回途中までドジャース打線を相手に11奪三振と堂々の内容で非常にいい展開で試合終盤を迎えることができていました。ただ7回に1点差に詰め寄られ、なおも2アウト1、3塁のピンチでマリナーズはモンテロを投入。打席にはジャスティン・ターナーとなかなかタフな場面での登板となりましたが、ここを三振に切りピンチ脱出。9回のグレイブマンにつなぐためマリナーズはモンテロの買いまたぎという今思えばなかなか恐ろしい決断を下しまして、でモンテロもその期待に応えて8回も先頭の2人、ウィル・スミスとマックス・マンシーという怖いバッターたちでしたが、こちらをあっさり抑えまして2アウト。打順も下位に巡るところでしたので、まあこの回はなんとかなるだろうと少しほっとしていましたが、ここからがモンテロの真骨頂。ヒットとデッドボールでピンチを招くと、打席にはこの試合までシーズンの OPS が5割1分5厘と不振のギャビン・ラックス。さすがにラックスで止めてくれるはずと祈るような気持ちで試合を追っていましたが、その祈りは届かず、ワンボールからモンテロはど真ん中に97マイルの速球を投じてしまい、まあメジャーリーグのバッターはそんな甘いボールを見逃してくれるはずないですよね。打球は無情にも右中間スタンドへ消える逆転スリーラン。2アウトランナーなしからの逆転劇、ドジャースの勝利確率を1球で 64% 申し上げ、実際そのままドジャースが逃げ切りました。モンテロが投げるときは降板するその瞬間まで油断してはならない、それを学ばせてもらいました。そして同様のことがこの約1ヶ月後にも起きてしまいます。6月12日のインディアンス戦、この試合の先発はまたも菊池選手で、この試合の前回登板のエンゼルス戦で膝に打球が直撃し負傷降板したということがあったと思いますが、その次の先発登板がこの試合、打球が直撃するというアクシデントがありながら予定通りの感覚で先発した時点でびっくりなのですが、この試合の菊池選手の内容も素晴らしかった。序盤はおそらく前回登板の影響もあってかコントロールに苦しんでいまして、5回持たずにマウンド降りそうな空気すらありましたが、どうにかこうにかゼロを並べ、でそこから気合で7回無失点。マリナーズ専属実況のデイブ・シムズもこの日の菊池選手の我慢強いピッチングをベタ褒めしていましたが、そんな菊池選手の勝ち星を守るため最終回のマウンドを託されたのが我らがモンテロ。さすがに3点リードありましたし、なんなら簡単に2アウトとしましたので、ちょっと私も油断してしまいました。先月学んだばかりなのに人間とは愚かな生き物です。モンテロはここから連続フォアボールでランナーを貯めてしまうと、ボビー・ブラッドリーにタイムリー、さらに昨年までの12年間の MLB 生活で通算314安打だったベテランキャッチャーであるレネ・リベラにタイムリーツーベースを浴び同点。9回2アウトランナーなしの状況から3点リードを吹き飛ばしてしまいました。この日は日本時間で日曜日の朝に試合をやっていまして、でちょうど私が起きたタイミングが9回2アウトランナーなしフルカウントだったので、最後勝つ瞬間だけ見るかと MLB.TV をつけたらひどい目に遭いました。マリナーズはこの後延長10回最後はエラーで決勝点を与えまして、今季現時点においても唯一の延長戦での敗北を喫しました。思えばこの試合がモンテロの首脳陣からの信頼が完全に消えた試合でして、試合後サービス監督はモンテロのピッチングについて、彼は攻めることをやめてしまったと非常に厳しいコメントを残しています。首脳陣の信頼を失ってしまったモンテロ、もはや勝ち試合で彼を使うのは敗退行為に等しいくらい内容が悪かったので、まあ、そうなるのもやむを得ないのですが、そんな彼が今季一番輝いたのが6月のレイズとの4連戦。シリーズ3戦目9回にグレイブマンがブランドン・ラウに同点弾を被弾し、試合は延長タイブレイクに突入。このタイブレイクのマウンドをサービス監督はモンテロを送り出します。勝ちパターンのリリーフを全て使ってしまったので、もうモンテロを使わざるを得ない状況に追い込まれたがゆえの判断で、正直1点勝ち越されるくらいなら全然 OK ぐらいの起用だったと思いますが、この日のモンテロはこれまで見てきた彼とは別人でしたね。チェンジアップもビタビタにいいコースに決まって、レイズ打線は全くモンテロにタイミングが合わず、浅いレフトフライ、ショートゴロ、センターフライと文句なしの内容で表をゼロに抑えると、裏にハニガーのタイムリーが飛び出しサヨナラ勝ち。モンテロの投球が勝利を手繰り寄せた、そんな試合でした。すると不思議なことに翌日のシリーズ最終戦も延長タイブレイクに突入し、サービス監督はまたもモンテロを投入。前日同じ場面をいくらゼロに抑えたからといって、まあ、今季のモンテロを考えたら今日こそ失点してもおかしくないだろうなんて思っていたら、この日も三者凡退でピシャリ。
しかも二塁ランナーを進ませすらしない完璧な内容で裏の攻撃につなぎますと、その裏に今度はシェッドロングジュニアにサヨナラ満塁ホームランが飛び出し、4連戦中3度目のサヨナラ勝ち。この時期東地区の首位を走っていたレイズ相手に4連戦4連勝してしまいました。この4連勝、モンテロが2試合続けてタイブレイクをゼロでしのいだのが本当に大きかったですし、モンテロのおかげで4連勝できたと言ってもいいと思います。ファン全員が期待していた守護神の姿がここにありましたし、まさに宝石のようなモンテロ、もうどこにも行くな、心の底から願いました。そしたらこの連戦で全てを使い果たしたのか、モンテロはその後の8試合11回で17失点もしちゃいました。はぁ、まあ随分濃い試合の数々でしたね。本当に正直来季まで保有できることを考えると、無理やりにでもチームに残すのかと思っていましたが、フロントは今季勝つつもりでいることが今回の動きで分かったので、まあそれで良しとしましょう。投げれば失点を覚悟しなければならないモンテロの枠がサドラーになっただけでもブルペンにとってもある種補強となりましたし、どんな場面であっても全員使える今のマリナーズブルペンは頼もしい限りです。ここからも競った展開の試合が多くなりそうですが、ブルペンには引き続き踏ん張ってもらいたいところですね。そしてモンテロについて、守護神となることを期待して獲得したことを考えるとこうなってしまったのは残念でなりませんが、たださすがに不運すぎた部分もあったと思いますし、今の防御率が真に彼の実力を表しているとも思いません。移籍先できればエール西地区以外であることを願いますが、そこで本来の彼のピッチングを取り戻せることを祈っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。